ちは。こんにちは。こんにちは。はい、よろしくお願いします。宮本慎也さん。宮本さん、はい、ようこそ。こんにちは。全日本のキャプテンだった。あ、ゆたかさんも。うん、推薦でね。そうです。はい、まあまあそういう話は、はい、あの後々ね聞いていくとして、はい、まず DHC を聞きたいんだよ。それ辞めた方も辞めるとか辞めないとかもいろいろあったけど、あの DHC をまずちょっと、まあ今年まで戦ってたわけだよね。まあそうですね。で、まあ交流戦もありながら、うん、まあ DHC で戦ったこともあるし、はい、その DHC 原監督が言ったよね。言いましたね。あれに関してどう思う？いや、レベル上げるなら DHC 導入した方がいいです。ああ、例えばどういうところ？どういうところ、まあ、ピッチャーの、うん、そのなんていうんですかね、セリーグっていいピッチングしてても、うん、その勝負どころで代打出さないといけなかったりする、うんうん、完投能力はやっぱりどん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 失われていく、うん、バッターも、まあ、ピッチャーのことに関して言えば、うん、ピッチャーが打席入らないから、うん、常にみんなバッターと勝負していかないといけない、うん、まあ、バッターでいうと、まあ、一つレギュラーポジションが増える、うんうん、っていうことを考えたら、それはパ・リーグがレベル上がっていくっていうのはあると思いますね。じゃあセ・リーグを上げるために賛成なの？僕賛成です。おー、だってお客さんだってピッチャーのバッティング見たくないでしょ。どうですか？まあ、もう名前言いますけど、うん、うちの 山田ってヤクルトのピッチャーの、はいはいはい、山田宏樹、はい、ひどいですから。まあ確かにね、まあ、期待は全くできないよね。いや、全くバットに当たらないわけですから。いや、だけど、うん、深夜なんかさ、はい、まあ、例えば監督や、まあ、将来的には俺はやらなきゃいけない人だと思ってて、で、その指揮するときにその駆け引きが、あ、それは当然、それものすごく面白いじゃない。それはありますね、うん、やっぱりセリーグの方が難しいと思います、その辺は。すごい迷う時あるよね。ダブルスイッチしないといけなかったり、うん、まあ、ピッチャーがね1イニングでいい時、もう1イニング投げさせたい時とかってやっぱり足入れ替えてとか、まあ、そういうのも代打を出すのか出さないのかとかでしょ。8番バッターをどうするのかとか。だってさ、まあ、8番キャッチャー、うん、まあ、例えばね、うん、これが塁に出たら代打、塁に出なかったらそのまま続投で、続投させたばっかりに気持ちが切れて打たれるとか、あります、ね、いろんな変化があるじゃない。ありますあります。だからそれ考えるとやってる方は DH の方が簡単でいいんだよ、うん、そうですね、うん、だけど解説とかしてると DH がない方が解説がしやすいというか、うん、奥深くいけるんです、まあ、そうですね。まあ確かにそうです、ね、そうでしょ、うん、面白みというか野球自体、うんうん、どう監督の、まあ、能力って言ったらあれですけど、うん、すごいありますよ、ね、僕らでもその、まあ、今年ベンチいましたけど、うん、要するにランナー一塁出た時は誰、得点圏で誰、うん、サードの場合は誰、うん、でやっぱりパターン決めて用意させるわけですよ。そうだよね。でその中で結局ランナー出なかったら、はい、そのままピッチャー行って続投とかっていうのはやっぱりピッチャーは難しかったりしますもんね。で急に変わったりしますもんね。だから俺勝負の駆け引きとしてそこが一番の楽しみじゃないか、面白さじゃないかなっていう。今もう見る人も変わってきてんのかね。まあ大体なんていうんですかね、ちまちまやる選手はそんなに重宝されないと思うんですよ。そこまでいてくれたら助かるけど、じゃあそれをそういう選手がすごく大事かったら、うん、まあ、大事なんですけど、やっぱりパワー、スピードみたいなところは、うん、やっぱりその完全に力負けする感じはやっぱり、うん、だから今回原監督も完全に力負けっていうのは感じたと思うんですよ。なるほどね。だからその監督の動きでどうにかなるっていう日本シリーズじゃなかったですね、うん、今回。まあ確かに、ね、昔からパ・リーグってやっぱり強かったですか、本当に。まあなんていうの、パワーはあったというか豪快さはあったね、はい、そうですね、うんうん、セ・リーグの方がどちらかというと緻密になってたよね。それがやっぱり
だん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 パ・リーグが強い、パ・リーグが強いっていうイメージになってきたんですか？いや、ただね、ドラフトの戦略もあるよね、ここは。もちろん、そのいいピッチャーとか、うん、っていうのはもうずっとパ・リーグに行ってたので、はい、まあ、今年ね、ヤクルトが当てました。そうです。やっぱりこう、まあ、そこのドラフト、まあ、決まって抽選はパ・リーグが引いてましたもんね。いや、そう、あの競合する選手が、またセリーグ来ないよみたいな。なんかあれ、なんか、いやそうだ、みたいなものですか。うん、いや、それでいいピッチャーがパ・リーグに集まったから、はい、それを打たなきゃいけないということで、うん、相当レベルも上がったと思うんだよね、パ・リーグの選手たちが。ね、あとはどうしても多分スカウトの目も、はいはい、どちらかというとこういうピッチャーをセリーグに使うと好むので、ね、パリーグがどんどんっていくようなピッチャーを好むっていうのも多少あるのかなと思いますけどね。これどう思う DH？ 僕はやった方がいいと思います。やった方がいい。やってみて、まあまりにもそんなにその成果が出ないんであれば別に戻してもいいわけじゃないですか。うん、まあトライしてみるけど、ね、いや、そうですね、僕はやってみた方が、解説がまたしにくくなるんだ。そこら辺が奥深くないとさ。ゆたかさん、これあるから大丈夫ですか？いやいや、まあ、そんなことですね、YouTuber。 いやいや、もうみんなに可愛がっていただいてるから、それをそれでこう楽しくね、こういろいろ掘り下げてこう喋っていけるけど、あのさ、ちょっと俺納得してないのがね、安倍晋之助を申告敬遠したよね、神宮で。うん、うん、あれは何なん？何なん？前の日引退試合してるじゃないですか。ああ、そういうこと。僕はあれですよ、最初から歩かさないとって言ったんですよ。ああ、そう。で、ボール2まで、いや、一応臭いとこ勝負っていうところで、うん、ボール2が打れるよ、打れるよって僕は思ってたんですよ。で、ボール2になって、で、申告敬遠するから、よかったって思ったんですよ。ほんなら、うおーって言ってるから、ここ神宮球場ですけどみたいな。で、CS もあれや、日本シリーズもあるし、いや、それだったらもっと早く出してくれと思うんですよ、あんな大事なところで。いや、大事なところで出さないと。あれだよ、だからあれは何、もう総意なの、ヤクルトベンチの。うん、そうじゃないですか。だから最終戦だし、うちの、うん、まあ、最下位とはいえ、うん、じゃあ勝負して打たれて負けてヤクルトのファンの人は喜ぶのかって言ったら喜ばないでしょ。だから神宮球場ですもん。まあ、東京ドームやったら勝負でしょ。だから俺は大学の先輩が監督じゃない。まあそれはあんまり関係ないけど、勝負事に関しては、ね、関係ない関係ないけど、俺は何か勝負行ってくれるかなって思ったわけ。だから2球勝負したじゃないですか、ボールになっちゃったの。完全だな。あ、なるほどね。まあ、あくまでもやっぱりこうシビアに、その勝負事だから、うん、そ、相手が引退どうのこうのとか関係なく、うん、そうですね、最終戦だったんでね。まあ、ファンを大事にしたと。でも、まあ、プロ野球全体的なファンは、お、勝負してほしかったなっていうのはあっただろうね。いや、でもあれ、あそこ巨人勝ったら何かあったんですか？別にないでしょ。でもヤクルト負けたら、ヤクルト負けたらやっぱり最終戦でいっぱいお客さんも入ってて、しかも最下位でね、二十何個も借金あるのに満員になしてもらってね、あそこで。あれ、新之助を大半 見に来なかった？いや、ヤクルトファンの方が多いですよ。あ、そう。いや、見たかったら CS 行って、日本シリーズ行ったらいいんですよ。まあ行ったよね。まあ、行くのは分かってたんですから。まあ確かに。いや、賛否あるのは分かってましたよ、当然。うちは全く関係ない位置にもいたし、まあ、それは分かるんですけど。まあ勝負に徹した時にね。まあ目の前の勝負だったら、まあ、ファンもいるし、ね、それだけやっぱり彼はすごいということですよ。引退する選手を敬遠するんですから。まあ、本当だよね。そうですよ。だって打たれると思ってんすもん、だって引退マークガフじゃ打たれるなみたいな。まあ確かにな、うん、ある意味強さの証明があそこで一つ。いや、だからすごいと思いますよ。引退する選手経営なんかすることないですもん、普通。まあ普通はな、ないですないです。なるほど。でも DH があるんだったら、新之助なんか DH に適任の選手だけどね、うん、まあそうですね、まあね、うん、でまあ1年間とか先のこと考えてとかっていうのは、まあ、確かにね、はい、まあ将来的なビジョンもあるからね、はいはい、うん、まあ脱いで、ユニフォームを脱いだけども、
今どんな感じ？めちゃ気力です。飯うまいだろ。そうですね、だからそのたが緩んでじゃないですけど、結構その知り合いの方も今まで遠慮してたのがよくお誘いがあるので、家であんまり食べてないですね。なるほどね。選手を引退した時とそのコーチとか辞めた時のどっちの方が身がはーってあるものですか？まあ現役の時も、現役の時の方がなんかこれ表現難しい、嬉しいたらおかしいです。もう練習しなくていいと思ったんで。ああ、まあなんか解放された感じだよ ね。今回はやっぱり自分のことよりも自分がやることじゃないじゃないですか。もう選手が良くなればいいとかチームが勝ってっていうところで言うと、やっぱり考えることがいっぱいあったんで、自分のことだけじゃないんで、だからすごい今の方が解放感あるかな。でもやっぱりちょっと気になりますよね。いや、そりゃそうでしょ。ちゃんとやってんのかな、あいつら。だからまあ責任を持ってやってたから、チーム全体を、はい、だからそれ責任を全うできなかったっていう多少の悔いみたいなのもあるでしょ。でも悔いはあんまりないです。悔いはない。悔いはあんまりないです。その2年間の中で言うと、伝えれることはある程度伝えたつもりだし、うん、まあ勝負の世界でまあいろいろある中で、まあ今回こういう決断しましたけど、まあもう仕方ないと思ってるので。なるほど、まあ、あの YouTube でいろいろね、里崎君が言ってくれたみたいですけど、いや言ってる言ってる。じゃああの時にね、いや他もあるんじゃないのみたいないらんこと言うから、ないっつうのにみたいな、はい、でも他からも言われるわけですよ。どこそこ行くんじゃないの、どこそこ行くんじゃないの、あるんじゃないですか、ないからって。まあそれだけチャンネルが注目されてるっていう。いや、そうですね。このチャンネルがね、そうですよね。まあありがとうございます、本当に。